聞こえますか？聞こえますか？あ、聞こえますでしょうか？どうもー。私、富山県富山市の富山市民球場、通称アルペンスタジアムにて一軍公式戦がある際は、毎回アルペンスタジアムの前に来て中継をしております、北陸のプロ野球マニアことしみっちゃんと申します。よろしくお願いいたします。皆さんが住んでらっしゃる場所ではですね、大体一軍の本拠地球場があってですね、プロ野球の試合などですね、まあそんなに珍しいものではないかもしれませんけれどもですね、富山県民の私におきましては年に1回か2回あるかないかというですね、この一軍の公式戦にですね、どっと富山県民が押し寄せですね、そのたんびに、午後6時をめがけ、富山県の幹線道路である富山県の8号線ですね、国道8号線が大渋滞を起こしですね、もういい迷惑なんですけれども、ですからですね、その迷惑を被ってばかりではいけないということで、私もですね、公式戦をネタにしたいわけですけれども、場外ホームランをね、レアードの場外ホームランキャッチするから今日は、レアードとペゲロとウィーラーのね、アマダーの、場外ホームランをキャッチすべくですね、このバックネット裏に待機しております。ただバックネット裏はあまり場外弾は出ないので、まあ、しかしながらですね、やはり富山アルペンスタジアムはそこまで大きくないからね、ファールゾーンも意外とですね、飛ぶ可能性があるわけですね。どこ対どこか、日本ハムファイター、北海道日本ハムファイターズ対ですね、東北の楽天ゴールデンイーグルスの公式戦でございます。そこがバックネットだから、ね、バックネットでそっち一塁側でしょ、あっち一塁側でこっち三塁側で、向こう側が場外になるわけですね。ホームラン打った時に場外が出たらそこに着くということで、皆様ぜひともですね、今日どっちの主催のゲーム、メットライフドームね、通称メラドね、西武ドームは最近メットライフ生命の、ね、ドームに変わって、ね、昔はインボイスだったりしてましたけどもですね、今はメットライフドームになりまして、通称メラドって言われてますね、メラド、近い、失礼しました。まあまあまあ大盛況ですよ、富山県ではですね、一軍の公式なんてめったに来ないですからね、今日今もう始まってるわ、6時プレーボールです。まあそれにしてもですね、まさかですね、このプロ野球が来るって決まった頃はさ、楽天はさ、めちゃくちゃ調子よくてですね、首位をひた走ってたわけですけれども、まあここ1ヶ月すごくですね、調子悪くて、何でしたっけ、1勝13敗とかそれぐらいのペースで負けまくってるで、もう最悪オリックスにCS 権を奪われるんじゃなかろうかってぐらいで、ちょっと今調子悪いですけれども、砂利に手を突っ込む油ぎっちょりを出ない、そんなのあんの、パシフィックリーグですね、パシフィックリーグ、 今これ試合してるのは、確かにテンバイヤーというかダフヤがあんまりいないね。ダフヤ先輩でもし外野席500円とかだったら買うけどダフヤがいて外野席500円でいいよって言ったら買うけど、いないんだけど、ダフ屋の1人も2人もいないですね、今のところは。人気な球場、まあ、これできたのは結構新しいですね、北陸の他のね、一軍の公式戦が来る球場と比べて、この90年代に完成してるからね、アルペンスタジアムで、完成した年にオールスターゲームを呼んだんだよ、阪神じゃないのに、いやもう阪神来ないですね、しばらく来てないと思いますよ、しばらく阪神の一軍の公式戦は来てないんじゃないかなと思いますね、今大谷の打席、大谷の打席、大谷場外弾打つかもしれないからこれ待ってるわ、大谷の場外弾をキャッチするぞ今から、
大谷の今大谷の打席だから。えい、来ない。今大谷があの打席に立ってるから。え、丸に当てろって何？あ、違う、スコアが見える。ちょっと待って、スコアが少し見えるぞ、あそこに。0対0で、1番西川、2番松本。大谷三振したの？いや、また大谷の話で。ちょっとあのスコアボード見えるな、少し。3番大谷 DH。 大谷、大谷のヒッティングマッチ覚えようと。翔平つながりで、じゃこの辺でちょっと大谷の両外弾をキャッチするべきです。富山くんだりに行って、富山県民なんだけど。いや、富山市はまだくんだりしなくていいよ。富山市ですか。富山県の中では大都会ですからね。まあ、大谷のやっぱりユニフォーム多いね。背番号11。大谷は左バッターだから内側に飛ばすでしょ、もし来るとしたら。外野自由席2000円か。まあでも空いてると思うけど。いや、そんな長いこといない。こんばんは、いらっしゃ い、中は入らない。あ、今これ今日から阪神対広島なの。しかも松田だよね。あ、大谷打席終わったっぽいわ。次中田だわ。中田右だからちょっとレフト側に行こう。さあ、続いて日本の4番中田翔の打席でございますね。中田翔は右バッターだからスコアボードの向こう側に行かないと。さすがに外野に流してですね、ライトへ流し打って場外弾というのは望めないだろうから、もう引っ張ってね、ライトレフト方向への場外弾をキャッチしましょう。中田ホームラン、ホームラン中田、ホームラン、ホームラン中田。中田ホームラン、ホームラン中田、ホームラン、ホームラン中田。よいしょー。これ飛んでくるらしいよ。レフト側行くわ。ここ来る前大変だったんだぜ。もうどこら中路上駐車だらけでさ、掛布がナンバー、掛布が4番打てたよ。背番号31だよ。今は二軍監督やってるけど、二軍監督で背番号31つけてるよ。飛んできたで、球でボールこじりたい。公式戦のボールこじりたい。加藤良三とか書いてないの、今はもう。しかも、なんか中田の打席終わったっぽいわ。5番誰、5番は。日ハムの5番誰。え、外籍子供なら500円。誰、5番誰。スミス5番は誰。え、場外に飛んできた球で、なんか記念の球だったら返せって言われてもいいよ。記念のなんかプロ初ホームランとか、通算何百号とかだったら返せって言われると思うよ。うん、プロ初安打とかだったらさ。レバード次。
5番今レアード打ってるの。レアードは右だからこっち側に待機だ。一番レアードが場外の可能性あるよね。いや嫌だって言ったらダメだよね。いやあれだよ、返したらその代わりバットとサイン入りバットとボールとかもらえるんだよ。じゃこの辺でちょっと待機だな。松山がどうした？広島の話？関西あらわし会ってのが書いてある。関西あらわし会が来てるみたいだね。今東北魂。中田打率悪すぎるだろう。阪神は中田翔のフリーエージェント獲得は見送ったって言ってた。なんか次楽天の攻撃なんだけど、レアードじゃなくて次楽天の攻撃だわ。楽天の攻撃始まったんだけどさ、楽天は何これ2階の表。今2回表で誰から打順はオリックスが取るのな。どっち勝ってもいいよ。わしはペゲーロってでも2番打ってない。いつもなんて言ってる。ペギーって言ってるからペゲーロだわ。ペゲーロ何番打ってんだ。あ、今日4番なんだ。ペゲーロ、ペゲーロだって。ペゲーロって左出したらダメ。ペゲーロ左だわ。ペゲーロは左だからあっちだよ。残念だけどペゲーロは左出しただからライト側行かないと。大谷とペゲーロだけ。じゃあずっと左にいた方がいいかな。左通過ライト側どうせ入ったら配信 NG 食らうもん。放送権のなんとかかんとかで。いやわし駐車場だいぶ遠くに止めだよ。駐車場止められるわけがないよね。みんなもう1キロか2キロぐらい歩いてきてんだよ路上に止めて。わしはさらにその上を行く。何キロぐらい歩いたかわからんけどずっと渋滞してるからね。だいぶ遠くに止めたけど。わしはずっと8号線からずっと渋滞してんだよ、うん、射水市くらいまで続いてんだよ渋滞がね。ここ富山市のまあ大体富山市の中でも結構何寄りっていうの東寄りなんだけど、西側にある射水市の先っちょあたりまでずっと続いてるよ渋滞が。このアルペンスタジアムのせいで、うん、まあ、いつもも渋滞してるけどそれのなんか数倍は渋滞してるね、うん、何しに来たのかと言いますと、だから渋滞に巻き込まれるのがね尺だから、ただ渋滞に巻き込まれるのはね尺だから、せっかくだからね放送したいなと思って。アルペン渋滞で、うん、必ず渋滞するね。午後6時をめがけてみんなアルペンスタジアムに集まるからさ、もうずっとノロノロ運転でさ、本当はね絶望少女ちゃんがさ富山駅前で煙突待ちしてたからさ、それに寄ってから行こうと思ったけど全くね進まなくてやめたからね、うん、絶望少女ちゃんがね富山駅前で煙突待ちしてたんだけど、それをね諦めたからね。サイレンしてるお前の目は純粋だと歩いています。この辺でちょっと待機だな。ペゲーロと大谷のあれ終わった。ペゲーロ銀次、赤見内銀次、赤見内銀次でございますよ。今5番銀次なんだ。よいしょ。
お、どうした？お、なんか拍手してる。ファインプレーが出たのかな。ノーアウト二塁一塁、ペゲールが何に出塁したんですか。もう終わった。ウィーラー、ウィーラー、ウィーラー6番なんだ今。銀次、ウィーラー、天田、島、オコエ、あ、オコエも出てんの。オコエすごいですよね最近ね。え、股間に当てた？あ、阪神がノーアウト二塁一塁。日本ハムのさ、あの男女別の応援歌聞きたいよな。日本ハムのさ、キッキングマーチでなんか男女別に歌うやつあるじゃん。あれを聞きたいな。え、チケット転売するんじゃないよ。阪神が来てたら確実に中に入ってるよ、まあ、放送はしないけど、放送はしないけど、腹減ったな。いや、楽天今弱いからね、楽天本当に弱いからね今ね。今日先発藤浪なのか阪神は。この辺でね、あの一軒うまいうどん屋があるんだよ、うん、一軒うだい、うど、うまいもつうどんの屋があるんだよね、あの免許センターの向かいにあるんだよ。白髪がある。この辺は場所の庭だよ。ウィーラーも右だよね。ウィーラーも右だったよね確か。え、いや今ウィーラーなってんの。白髪のひげ、鳥谷がヒットいいですね。あと5本。なんか楽天で攻撃終わったみたい。ノーアウト満塁ですか。何て言ってるか全然聞こえない。花沢の赤嶺がオカシングとトラブったらしい、うん、なんか聞いたけどあんまり詳しいことは知らないらしい、うん、大谷ね、今先発上沢と藤平だっけ。やだ、入れてますよ。向こう行くか。全然上岸飛んでくる気配がないわ。もう両方とも打線が湿ってる感じで、うん、リアトツマチ、そう、リアトツマチ。うち帰ろう、もううち帰ってサイレン2やろう。ブルペンで肩作るのマシ。大谷なんか全然ダメだったらしいじゃん先発した時。ちょっとグッズコーナーでも見てくるか、うん、大谷のグッズ買ってくか、うん、大谷のあの翔平の部分だけ買ってくか。大谷翔平ってすごい名前だよね。富山にゆかりがありすぎるよね。
北条が併殺言ってんだあいつ、ホームゲッツ行っても取れなかったの。いや大谷もさ、あの富山要素あるじゃん、まず大谷っていうさ名字自体がさ富山要素あるじゃん。ニュー大谷じゃなくて楽天対西山は確かに富山県とは全く関係ないかな。なんでどうやって呼べたのかねどうやって呼んだんだろう。ガッフと関係あるのか、栗山監督が何か関係ある。富山県出身の人っているのかな。日ハムにも楽天にもいないんじゃないか。1対2か。マッキンリー、はい、大谷はあの日本海側じゃなくて岩手県だから太平洋側ですよ、うん、あ日本ハムの社長が富山県の人なんだ。あなるほど、そういう縁があったのか。翔平ってチャラい名前が多い。他に誰が、他に翔平って名前つく人いる。あんまり分かんない。大島洋平に藤浪がデッドボール当てたの。いや大島ってだって中日でしょ。いつの話、前回の試合ってこと。わし見てないからちょっと分からんけど、前回の試合で何、誰かが青柳か誰かがデッドボール出たってこと。 あ笑福亭翔平ね、笑福亭翔平ね、感じが違うけど、うん、まあやっぱり現地観戦したいですけどもね、うん、だから現地観戦するならば自分の贔屓のチームに関してはですね、何らかの影響のある試合がいいんで、うん、まあ、一応楽天が、まあ、楽天もほぼ CS 行くでしょ。もうオリックス抜けないでしょ。 SDK が見たい。サイレン2に SDK 出てくる。あ、日野翔平もいるか。私の悲劇は阪神タイガースですね。地方シリーズかな。この後どこ行くんですか、楽天対日本ハムは。この後なんか石川とか福井回ってくのかね。あ、同点になったんだ、よかったじゃん。だんだんといい感じになってきました。でもただもう山はもう見えないね。山はもう見えなくなったね。あ、坂本って阪神の坂本ね。坂本ってあの阪神の坂本誠志郎ね。完全にジャイアンツの方かと思ってたわ。明日休みじゃないからもう帰るけど。チケット持ってない。今からでもどんどん入ってくるね。やっぱ仕事帰りが多いのかな。やっぱ仕事帰りは大変だろうね。ちょっと駐車場だって、駐車場入れた人はもうめちゃくちゃ前から来てると思うよ。もうあの試合の練習とかそういうのを見たい人たちはもうすでにもうだいぶ前から入ってると思うけども、仕事は今日広島帰りで、仕事帰り。あ、当日券そこに売ってる。当日券売り場そこにあるじゃん。当日券売り場あるよ。ビール500円、大阪ドームの京セラドームのビール900円じゃなかった。京セラドーム、わしあの今年の4月に行ったけどさ、阪神対ヤクルト、ビール900円ぐらいだったよ。富山は物価安いか、でも向こうと比べたら。あれって振り向いたらおらんぞ。 iPad で見る。確か900円じゃなかった。何これ、もうバー見たくなってるんだけど。バーになってる。バーのなんか裏のカクテル作るとこみたいになってる。何これ、カクテル作るとこじゃんこれ。これ面白い、ね、
カクテルコーダーになってるよね、ここゴミ捨て場が。面白いね、この写真は。うん、まだマシでしょ、ビンドは、ね、はみ出てないだけ、まだ。まあ、これから多分空いてくると思うけど、試合が終わる頃には、終わるまでは、8時9時ぐらいからまた混み出すでしょうね。あ、ここ空いてるよ、こんなとこ空いてるよ、ここ空いてていいの、ここ私ここ入りたいんだけど、むしろここに車止めればよかったね。2台も空いてるっていう。多分もう満車っていう扱いになってると思うけど、満車でもう入り口から入れなくなってると思うけど、こんな子に寝るわけないだろう、ね、結構空いてるじゃん、なんで誰も来ないのかな。もうずっと向こう渋滞してたのに、台数で切ってんだろうけどもね、何台入ったからもうここでね、ここも空いてるし、2社目対楽天だよ今日は。わし帰るわ、混む、早く行かないとまた混み出すからね、帰りの人もいるからさ。でも体制が決まったらさ、ね、大差ついたらさ、帰る人もいるでしょうから、うん、甲子園球場と違ってね、誰も交通機関を使ってこないよね、ここは、ね、交通機関を使ってくるやつはいない、富山県民だからね。これ、よっさんが乗ってるみたいなバイクが、よっさんじゃないの、これ。うん、地方はもうそんなもんだよね。これもヨスさんのバイク、富山に来てるのヨスさん。あ、でも だいぶ過ぎてきたね、だいぶ流れてるね、 この時間になるとね、うん、流行ってますよそりゃ。一軍の試合なんてめったに来ないからね。まあ以上です。ゴミがよ、ゴミがクズが。久しぶりに野球見に行ったけど、やっぱ試合終わった瞬間に人多くなるから大変ですよ。富山県はその汽車を使う文化ではないからね、皆さん自家用車を使う文化ですから、もう一斉に集まってですね、本当にもう市町村をまたいで渋滞起こるんですよ。市町村またいで射水市まで続いてるんだよ渋滞が。富山県のアルペンスタジアムの場所を見て、ね、Google マップで検索したら、まあ、国道8号線が近くに通ってるんですけど、その8号線の渋滞が射水市まで続いてるの、ずっと隣の市町村まで。わからん、もしかしたら高岡まで続いてるかもしれない、もうあの辺からも人来るだろうから。足のせいじゃない、富山に行ってみたいですか。ポトフができた、おめでとうございます。じゃあ終わります、わしは帰る、わしはもう帰るわ。福島県まで続いてたの、これマジで射水まで続かれたら困るわ。多分8号以外も渋滞してるだろうからね、県民が来るんだから。